はい、皆さんこんにちは、こんばんは、清水のシュです、今回は西大和高校の問題って形で、こういった問題です、中学数学では結構珍しいというか難しいような問題なんですが、高校数学ではよくありきたりな問題で、紹介していきたいなと思ってます。だから結構対策が必要な問題となってます。それではやってみましょう。はじめですが、これを K と書きます。この時に x イコール y イコール z イコールって形でやってみます。そうしたら x イコール 2k y イコール 3k z イコール 4k って形になります。そしたら代入すると 4k の2乗足す 9k の2乗足す 16k の2乗って形になりますね。で、分母の方が 2×3 6k の2乗足す yz なので 3×4 なので 12k の2乗で、その次に z×x なんで 4×2 なんで 8k の2乗形になります。これを足し算していくという形で、上の方が 29k の2乗で、下の方が20と6なんで 26k の2乗になります。ただ k の2乗が100分することができ、答えは26分の29が正解となります。はい、今回はここの K に置き換えるというのがすごく大事なポイントです。よかったら皆さんもやってみてください。それではね。